1950年代から1960年代にかけてアメリカのコロンビアレコードのレコード録音のために編成されたオーケストラの名称である。単一の団体として独自の活動は行わない。その実態もレコーディングセッションのとに臨時編成されたアンサンブルであったり、契約上の都合による既存のオーケストラの編名であったりしており、単一のものではない。 中でも特に知られているのは、ブルーノ・ワルターのステレオ録音にクレジットされたオーケストラである。1950年代から60年代にかけて、コロンビアレコード社の関連会社コロンビアマスターワークス社によって、ニューヨークで編成されたオーケストラは、ニューヨークフィルハーモニック、メトロポリタン歌劇場並びに NBC 公共楽団の楽団員をフリーランス奏者として雇用したものであった。 このようなアンサンブルによる録音には、ブルーノ・ワルターが1954年から56年にかけてニューヨークで行ったモノオーラル録音、1960年代に入っては、レナード・バーンスタインによるガーシュウィン、ラプソディ・イン・ブルーなどがある。コロンビア参加のエピックレコードで、ジョージセル式のコロンビア公共楽団とクレジットされている録音がある。このコロンビア公共楽団の実態は、 セルの主兵であったクリーブランド管弦楽団である。編名を使っているのはレコード会社との契約の関係からだったと言われている。1957年から開始されたブルーノ・アルターのステレオ録音のためのアンサンブルはその性質をことにしていた。コロンビアレコード社の経営陣はカリフォルニア州ビバリーヒルズにおいて半ば引退生活を送っていたワルターに一連の レパートリーのステレオによる再録音するように売り込みをかける。コロンビアはステレオ録音は革命的な新技術であり、過去、ワルターの言ってきた活動も含め、これまでのモノオーラル録音は市場から完全に駆逐されるであろう。そして同社は、ワルターの芸術をこの最新技術で構成に残すべく、特別編成のオーケストラを組織する用意があると説得。ワルターは、 この提案に乗り、西海岸のフリーランス奏者でのオケ編成に、その人選から関与したという。この説得は、フルト・ベングラーやトスカニーに、ワルター自身のモノラル録音が、半世紀以上を経て、なお多数発売され続けていることから見ても、半ば誤っていたが、ワルターのステレオ録音がかなり後年まで、歴史的遺産としてではなく現役の、スタンダードチョイスとして通用していた点では半ば。 歴史を見通していた。ハリウッドの映画音楽ミュージシャンは、クラシック音楽を演奏するための実質的団体のグレンデール公共楽団を組織していたため、ワルターのコロンビア公共楽団は、実質上は、このグレンデール公共楽団と重複する部分が多かった。ワルターのコロンビア公共楽団は、グレンデール公共楽団の変名であると言われることがあるのは、こうした事情によるものである。 一方、宇野広報は、コロンビア公共楽団について、このオーケストラは、ロスアンジェルスフィルの学院を中心に、ハリウッド在住の団員50名足らずで編成された、もので、晩年のワルターの録音用に使われた小さい、オーケストラである。と、上記とは、異なることを述べている。ちなみに、ワルター発のステレオ録音は、1957年2月18日に、 ニューヨークフィルハーモニックなどとカーネギーホールにて録音されたマーラーの公共曲第2番の第4.5楽章であったがコロンビア公共楽団としてのステレオ録音プロジェクトは1958年1月のベートーベン公共曲,曲全曲録音からスタートした。録音においてはワルターの健康状態に鑑み2日続けてレコーディングは行わないこと。 一日に時間を超えないことなどの条件でセッションが行われたという。このオーケストラによってベートーベン及びブラームスの公共曲全集、モーツァルトの後期公共曲や序曲、マーラーやブルックナーなどの録音が残された。臨時編成オーケストラでアンサンブルの点では何があること、特に中高キロマン派作品では編成の小ささがネックとなること、また、 すでに第一線を退いていた、ワルターの体力、気力も衰えていたことなどから、前世紀のモノーラル録音の演奏を評価する、評論家等も多いが、それでも、ワルターの詩、マーラーの公共曲第一番や得意としていた、モーツァルトの公共曲、ベートーベンの公共曲第六番、デンエンやシューベルトの公共曲第八番、ザグレートのように高い評価を得ている演奏もある。 元がコロンビア首脳人の商業主義的発想からとはいえ、結果としてはワルターの貴重な遺産を残すことになった。ワルターとコロンビア交響楽団の録音は1961年3月29日と31日に行われたモーツァルトの歌劇、フィガロの結婚序曲、歌劇、魔キ序曲などの4曲が最後となった。 ワルターのステレオ録音の中でもベートーベンの公共曲第9番では読唱者や合唱団をビバリーヒルズまで呼べないという理由から第4楽章だけ東海岸でレコーディングを行っており演奏しているコロンビア公共楽団はニューヨークフィルハーモニックのメンバーを主体としたものであったこのため第一楽章から第三楽章までと第四楽章では 同じコロンビア公共楽団でも全く違うメンバーが演奏を行っている。ただ、ワルター自身は、第9話、第4楽章に至って全く異なった音楽に昇華したのであり、オーケストラが異なるのはむしろ望ましいくらいだと語っている。その他、1950年代から1960年代にかけて大作曲家ストラビンスキーが録音した。 自作自演版の大半がコロンビア公共楽団とクレジットされている。ただ、ここでのコロンビア公共楽団には、録音地がカリフォルニア州、ハリウッドとされるものとニューヨークとされるものの2種類があり、その2つは同じコロンビア公共楽団という名前であっても違ったオーケストラであることが自明である。ありがとうございます。